我を死に至らしめたのは対馬だ。クロードよ、これが我の国。武士が守ろうとする者どもに落とされた地だ。かつて我は力ある巫女であった。だが対馬を滑る連中が我を妬み、密かに葬ろうと企て、奇妙な形の石がクロードの目に留まる。いかなる狙いで置かれているのだろう。クロードの兵具が的を射抜く。我らたちを浴びよう。床は遮られている。クロードは鍵を探した。手を折り、膝から崩れ落ちた。ハチムクロイ、先へと続く道が目の前に広がる。何故我らが殺されたか分かるか。大風で寺の橋が壊れそうになったおで、我らは神を鎮めるための人柱とされたのだ。橋を守るため、いや我を常しえに黙らせるために。イオのマナコがクロードを捕らえた。闇ガラス、自分の怒り。
泉が魂を求めているとクロードは感じた。だが誰の泉が血を欲しておる。主の血を欲しておるぞ。体を貫いた。分身を破った。つながりを断たれます。埋められた。みじろげず土と石で覆われたのだ。息を吸うたびひたすらに神に助けを請うたが、望みは聞き入れられなかった。私は100発100中さ。
制しろ。門から大きな力が漏れている。感じておるのであろう、神の力を。
ロードは体の内に妙な力が流れているのを感じた。力が強くなるにつれ、イオの国が鮮やかに見えてくる。クロードに狙われたが最後、敵に逃れる術。神を縛る力が弱くなっていることがクロードには分かった。己、何故神を逃す。我が嘆きを聞き入れぬ慈悲なき連中であるぞ。自由の身となった神はクロードに力を貸すと約束をした。